はいどうも皆さんこんばんは。今回からですねメタルギアソリッド5ザ・ファントムペインの方をやっていきたいと思います。こっちを押すとねいろいろ始まるはずなんだけど、まずいですよ。全然覚えてないからね、開幕のストーリーの話とか。あ、もうセーブデータも消しちゃったから何も覚えてないわ。マジでそれなんだけど、サーバーにログインしました。するあれがない気がするんだけど、いや、この作品はフィクションです。んなもん分かっとるわ。操縦不能、操縦不能、管制塔応答せよ。ダメだ、無線も死んでいる。なんか絶望感ある始まり方あんま好きくないんだよな。人は国に住むものではない、国語に住むのだ。こここそが我々の祖国だ。ルーマリアの思想家エミール・シオラン。そう、なんかファントムペインのまあなんかちょっとしたテーマになってるのが言語っていうので、今作はね本当にありふれた戦いのナルヒ・アウターヘブン。今作はね確かなんか主人公はもちろん英語だから日本語なんだけど、それ以外の人たちがね共通言語で話さないからね、ちょなんかそういうのもネックになったり後々するんだけど、今は特に関係ないかな。序盤は特に関係なし。セットテープ、これが前回のムービーの途中で見えそうだった目を覚ましたばかりの今作のスネークさんの視点ですね。あれあれ、ほらなんかいるでしょ、ナースさんがいるでしょ。全体的に視界にモザイクがかかってらっしゃいますけど、仕様ですから。こういうしっとりとした感じまで肌なのいいよね。なんか日本のゲームっていう感じがしないの、個人的に。日本のゲームってさ、こんなしっとりとオープニング始まるのなかなかなくない？不細工な女だな。ラジオかなんかが近くにあるのか。ああそれか、おばさんだな。結構年いってそう。こんだけ視界動いてて目覚ましましたみたいな感じにならないっていうね。実際はそんな動かしてないのかな。めっちゃこの視点の動かし方だと頭動いてそうなんだけどな。そんなこともないんでしょうか。
新規くせえ曲だぜ。起爆什么？人の顔を見てお化けでも見たかのように走り出すのをやめろ。医者かそれでも。お前は失礼な話だよな。V が目覚めた。多分イニシャルが今作の主人公はベノムなので、 V has come to。 はい、そういう感じの話なんじゃないかな。 Please option なったらかんたらゲームスタート。わざわざセーブデータ消さないとこのムービーももう一回見直せないからな。別にセーブデータ消さんくてもよかったかもしれないけど、アカウント消えるだけで。序章覚醒。赤い爪。なんだい。聞こえてますね。眩しいなお前の頭。声がうまく出せませんか。首は動かせますか。見ろ、動いてんだろこうやって。聞こえていたらうなずいてください。はい、聞こえてますよ、聞こえてます、大丈夫です。横に振ってやろうかな。やだやだ、聞こえてない、聞こえてないっつって。上を向いてください。上？あ、知らない天井だ。いや、知ってる天井なんかないんですけど。ではどうですか、話せますか。あなたの名前は、生年月日は覚えていますか。これなんかプレイヤー自身っていうか俺自身のやつ入力させられるんじゃなかったっけ。ですよね。何入力してください。使用できる文字はアルファベットおよび一部の補助記号付き文字のみですって感じで。あー、めんどくせ。もういいや、テンプレがあるから、割と使うテンプレがあるから。はん、じゃあいいよ、箱丸で。あ、違う、お前何リアルの誕生日入れようとしてんだよ。1,2,3,4、 あ、てかまあ下から数えればいいね。11月11日です。僕の公式のあれはそう言ってます。実際は2月11日ですけど、僕の心はポッキーの日だって言ってます。ああ、落ち着いてください。焦ることはありません。あなたにお話があります。チャイン、これなんで誕生日を入力させるかっていうと、落ち着いて。2月11日じゃねえや。登録した誕生日になるとね、分かってます。アウターヘブンで誕生日イベントみたいなのがあったはず。あなたが眠っていたのは9年です。マジ？まずい。のそこま、のそこま、のそこま、ナース。大丈夫。鎮静剤打って、鎮静剤打って、鎮静剤決めて。落ち着いて。落ち着いて。そう。大丈夫です。9年も寝てたってやべえよな。そうです。休んで。そりゃ誰でもビビり散らかしますわ。気分はどうですか？いやー、いいわけないでしょ。あなたが覚醒してから1週間、今日は体を起こしてみましょう。ナース、大丈夫。筋力は衰えていますが、
昏睡中もマッサージや CPM に加えて筋肉保持の EMS を続けていました。さて、これからあなたの状況を説明します。落ち着いて聞いてください。落ち着いてって難しくない？あなたは9年前、重傷を負いました。大きな爆発で。救出された時、あなたの体には108個の破片が刺さった状態でした。金属片だけではなく、人の骨や歯までもが体内から摘出されたと。パスのやつだね。ほとんどは取り除かれました。ですが、一部の破片はまだ残っています。それらはつまり、あなたの心臓近くと頭部のものです。そう、頭部にね、鬼の角みたいなのがね、刺さってんだよね。こっちを。頭部の破片は大脳皮質の奥にまで達していました。金属の破片もあるので、MRI は使いませんでした。が、これを無理に抜くと、脳内出血を起こし、おそらく死に至るでしょう。取れないってことだよね。記憶障害や機能障害、それは残ります。といっても、このままでも生命に危険はありません。もう一つ。これはパスの骨なのかな？今のあなたの姿です。実際に見てください。左腕がなーい。いつかは入れないと。左腕がなーい。ですが自分の腕を自分の目で確かめてください。右腕はありますね。勇気を。ああ右腕はあるな。よっしゃ左腕もあるな。いやそらこんなん焦りますよ。よそこま、よそこま。落ち着いてください。また鎮静剤打たれてる。大丈夫です。大丈夫。元メディックなんだから慌てないの。大丈夫。そう。はしゃぐな、はしゃぐな。そうです。形成手術はまだ体力的に無理です。いや、彼が覚醒したことが漏れてしまった。急がないと。患者が危険だ。オペの準備をしてくれ。オペの準備をするんだ。そう、あなたの覚醒を望まない者もいる。死んだはずのあなたが生きている。それが外に漏れた。あなたは世界中から狙われる。今すぐ顔を変える必要があります。そうでないと生き残ることはできないのです。あなたを広い世界に出す前にやらなければならないことがあります。あなたの顔を作り変えます。そうするしかない。どんな顔にしますか？これね、確かね、オンラインのシステムでなんか対人戦のちょっとしたミニゲームみたいなゲームがあって、それのためにね使う顔を選ぶだけだった気がするんで、なんか適当なプリセット選んでもこれでいいやって感じにしちゃいます。もう今オンラインサービスやってないですからね、メタルギア5。そりゃそうなんですけど、オンラインサービス終わってました、終わってますってちらほらね、あれだよ、出てるけど。いいでしょう。では包帯を取ります。顔の傷は大丈夫です。オンラインのミニゲームだとああいう感じのアバターでやりますよっていう。あなたの命を狙うものからあなたを守るためにしていたものです。今後はエイハブと名乗ってください。名前も過去も全て忘れてください。今喋れないんだよね、エイハブは。
これは今日までのあなたです。明日にはあなたの幽霊ファントムかさ。そういえば本物のスネークさんって左目あれだよね、あれに打ち抜かれてるからないはずだよ。誰だっけ、名前忘れたけど、なんつったあのレボリューションの人、オセロットか、オセロットにぶち抜かれてるから本物のスネークさんは左目ないはずなんだよな。あのなんか白濁してるみたいな感じじゃなくて。元祖ドエロ女、あ、それ硫酸、硫酸じゃねえや、エタノールかな。あ、エタノールっぽい。おめえひでえことすんな。今作はあれよな、いろんな意味で燃える人多いよな。いい、あ、義手がつけられてる、いつの間にか。さあイハブ、ここから逃げよう。なんで名前知ってんだ。あの女はどうした。女、俺、いや俺たちが火をつけて窓から落ちたよ。お前は誰だ。俺か、俺はお前だ。10年お前を見守ったイシュエルと呼んでくれ。どうなってるんだ。やっと話せるようになってきたな。世界中があんたを殺そうと。さあ早く、ここはもうすぐ催事。動けないか。よし、じゃあこれでどうだ。人材だ、時期に歩けるようになる。同じ声の人が2人います。ついてこい。相手の顔は見えないけれども、キプロスデケリア出現基地領域記念病院。すぐ聞くわけないでしょ。じゃあ言わないでよ。ここを出るぞ。踏まえ。
追う。いや僕ほふくなんですけど、ほふくより遅いほふくなんですけど。あいつケツ丸出しだぜ。ちょうど割れ目がくっきりと見える。まだ立てないかな。もうちょっとしないとね。ほっせーなー。9年も眠ってると人間の体ってこんな細くなっちまうのか。当たり前だけど。基本的にはね、ここのパートはね、Lスティックをね、上に入れてるだけでね、何もやることもなければ喋ることもないです。秀夫君じゃないか。バンやったことないから知らないんだよな、割と。なんか来るぞ。あー、いたよー。熱そう。薄着だもんな。それだ、それは燃えたら熱いよな。薄着じゃないは関係ないかもしれないけど。なんつったっけこいつ。あ、不能になった。マジスプリンクラーごときで役に立たなくなるのマジで草生えるんだけど。大丈夫で、ここでイハブ君渾身の右肩が外れました。これはきついですね。左側は腕がまともになく、右肩は外れております。肩が外れてんだよな多分。シュメール助けて、肩が外れてうまく動けないよ。骨見えてるもんな、背中な。あ、いたた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 。おい、待ってろ、戻してやる。肘か、どっちかっていうと。どっちだろう、よくわかんないんだよな、関節とかそういう系。次から自分で治せよ。おっそうするわ。身を隠して治療するんだ。これもチュートリアルの一種ですね。これはね、グランドゼロスにはなかった要素だね。なんか硬化してんな。おい見ろあれじゃねえ。ちょっとテンション上がってんじゃねえよお前も。
イシュメール君についてお部屋の中に入ります。こっちだ、急げ。姿勢は低くと。姿勢を低く、張っていく。これでね、もうさっきまでより薬が効いてきたのもあって移動速度が速くなってるんでね、だいぶ助かりますよ。それはイシュメール君じゃないぞ。助けてくれ、頼む。なんで足打つし。殴り殺しだよな、こんなん。あれ、またコントローラー接続解除する、知った。なっとんねん。いやもう、それは最初から頭打って殺してやれよ。なぜ段階を踏んだし。いい銃だなぁ。イシュメールも多分全開じゃないんだろうな。多分 ID 的なの持ってるってことは、もう患者は患者なのかな。アメリカとかの病院のシステムよく分かってないけど、別にあれだよ、看護師とか医者とかだったってわけではないんだろうな。格好は一緒だもんな。はい、いや、あいつ匍匐のスピードじゃねえ。助けてくれ、聞いてくれ。ああスリップだから医者っぽいっちゃ医者っぽいよな。医者っぽい、医者ね、患者っぽいっちゃ患者っぽいよね。怖っ。俺シーラね。俺のせいでこの病院襲われた説あるらしいけど、俺シーラね。またー。まあまあ患者さんなのかな、やっぱ。あれは M60 では。ひでえことしやがる。歩いていこう。立ち上がるには姿勢変更ボタンを押す。めたいこと言うなお前は。ライトリングつかるな。全開の動きはできないからな今。一応顔確認して撃ってんのかなあいつらも。わー、9年ぶりの猛ダッシュ。お前割とパワーあんな。9年間待ってたけど当人はあれなんだろうな、結構トレーニングとかしてたんだろうな。こっちが寝てる間に。え、何、俺ら下行くの、上じゃなくて。あ、なんか上ひでえことになってるわ。おとごおとご。あー、グロ。
いや、グロ。あんな人間のやることじゃねえよ。助けて。入れて入れて。でもこんなところで袋小路やってても意味ない気がするけど。指示があるまで待機してください。あれ、どっか行っちゃった。あの丸出しどっか行っちゃった。落ち着いてください。大丈夫ですので。あの包帯巻いてるやつがそうかなみたいな。あ、ちょっと。あいつもケツ丸だしな、だしな。多分あいつもそうだろう。っていうかあいつだろう。あ、でもあいつ腕ほっす。いやでもどうわかんねえな。ナスさん。何ケツ凝視してんだよ。あー後ろにもいる。まあ、エイハブはもう一人早く車線の切れる場所に行ってたってことですね。エイハブじゃねえや、イシュメール君の方は。全く同じ格好のやつがもう一人いたもんな。再現性高すぎるでしょ。なんで何も言わずに自分だけ隠れるの。しょがりか。これがしょがりってやつか。まあこの辺かな、真ん中あたりで待機。別にどこの下でもよかった気がするんだけど、ベッドの下だったら。あ、見えそうじゃね。いろいろ YouTube 的にアウトなのが見えそうじゃない。真っ黒って何も見えねえけど見えそうじゃね。サービスシーンやぞお前ら。チンチラだよチンチラ。言い方がよろしくないけど、そういう生物はいますから。セーフ。いやープロだね。あー最後まで悲壮感たっぷり。嫌い。イシュメール君足見えてるって。それお出てた出てた、よかったよかった。いたか。いない。ここに逃げてきた。よく探せ。相手は誰かを探しているようですね。一体誰を探してるんでしょうね。はいはい、どちらへ。ちょ、そんな機敏に動かないでよ。ここは見つかる。下に紛れていこう。うつ伏せになれ。匍匐で移動するんだ。
こんだけ撃たれてんのに綺麗な死体あったら逆に違和感あるだろう。なんかこいつら綺麗だなって言われちゃうよ。あ、絶体絶命じゃん。一匹ずつ死体撃って確認してるんですけど、なんかあいつロケットランチャー持ってるし怖っ。屋内で使う、そんなの。あー終わりだー。ガバゲノム兵かよお前ら。あれ漏らしたか、シュール君漏らしたか。全然そんなことはないんだけど。ああ眩しい、ああ眩しいな。お前らは敵同士なのか味方同士なのかどっちなんだいっていう感じでね。あんたは一体どっちの味方なんだいっていうシーマさん状態ですよ、こっちからすると。あーまた窓割ってった。何君ら窓割ることしか頭にないの。グレード、聞くわけないだろ。スプリンクラーごときで鎮火されちゃうんだぞそいつ。怖すぎるっぴ。あ、右足がいった。スプリンクラー、スプリンクラー、誰かスプリンクラー持ってきて放水してあげて。ちょ待ってくださいよ。なんであいつらだけちょっと規格外の戦いしてんの。病院にヘリが墜落するとかバイオみたいだね。一応コナミ製のはずなんですけど。待ってくださいよ社長。やはりスプリンクラーか。弱すぎる。弱点知らない相手には強いかもしれないけど、弱点知ってるやつ相手に弱すぎるだろ。情けねえ野郎だぜ。あー治療しよう。止まって手当てしよう。止まるんだ。はいだー、大丈夫です。
内側から鍵かけてたんちゃうんか。階段で降りよう。下も割と燃えてんな。あいつら特殊部隊員っぽい人たちはまあ間違いなくね、エイハブを狙ってきてるんだろうけど、あの燃える人たちはどこを目指してるんでしょうね。こんだけ頻繁に会うってことは目的は一緒なのかな。ナイス。おう。さあ、バイオの RE3 のタイラントチックなあれやめて。構えボタンで構えたまま攻撃ボタンを押せ。消火器を狙え。まためたいこと言ってますあの人。まあまああの燃える音が来たってよりはただ単にあれなんだろうな、爆破しただけなんだろうな。燃えて。そうで左のやつね。右のやつ撃っちゃった。それじゃだから左のもやっとくね。銃変えとくか。いやでもな、ハンドガンでいっか。取り回し正義だろ。結局取り回しのいい武器が天下を取るってことよ。あいつら人間じゃないっすよ。使えるものは全部使うスタイルだな。かっこよすぎる。あとはどこかな。これどっから行けばいいんだ。あ、この辺暑そう。こっちから行けるか。あ、ここほふくで抜けてきゃいいのか。あと敵どこだ。いなくね。いなくね。エハブさん、俺出てっていい？お前もう出とんのかい。
スネークの背後を取る子供ね、強すぎる、ポテンシャルが強すぎる。なんつったっけこいつ。あ、燃やした、マンティスだ、マンティス。出口塞がれたんすけど、望みが絶たれたやつがこれ。消火器、誰か消火器持ってきて。つかあいつ復活早いな。この燃える男の正体とかも後々公開された気がするけど、軽くネタバレしちゃうと、あ、もうこのゲームにネタバレもクソもない気がするけど、 MGS3 のラスボスの男、あいつが名前忘れちったんだけど、あの人がこいつです。なんつったっけな、あの股間握りしめ野郎、ヤザンみたいなことする人。全方位に銃弾飛ばすとか、相手の銃弾奪って全方位に銃弾撒き散らすとか、コスパ良すぎて笑っちゃうわ。いや勝てるわけないだろ、やめろ。うわー危ない。緊急回避は本来ああいう使い方ではありません。たまたま今回そのムービーのチュートリアル的な感じで、あんな感じでね、四角で避けるみたいなのがあったんだけど、本来はああいう使い方じゃありません。裸足かよ。あー、グロい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 。ぶつ切りステーキ肉やめて。サイコロステーキよりはグロくないけど。頑張れ装甲車。よしチャンスだ、逃げるぞー、撤退だー。あれ、ゲームオーバーかな。ゲームオーバーかな。キラヨシカゲだったら体力のなさを実感してそうなヘトヘト具合だったけど、あ、大丈夫みたいですね。ナポレオンが漏れてる。ナポレオンじゃないのかなあれ。ルイ13世的な、どっちでもいいけど、馬乗ったああいう銅像とかってなると大体ナポレオンのイメージがある俺。おら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 。あ、弾切れた、助けて。やったぜ。
それ随分ボロボロじゃないか。乗れ早く。はい、乗ります。すいません迷惑かけて。あ、まずシートベルトはつけるんだ。安全第一だもん。てかゴリッゴリに銃撃戦始まってんのに消防車とか来るんだ。そういう状況じゃないでしょ。前見て運転して。前前ここはトルネードものの B 級映画でもあんな降ってきてはなかなかしないよな。あー、イシュメールくん生きて。大事故じゃん。いやーシートベルトって大事だな。のんきなこと言ってる場合じゃないけど、シートベルトって大事だな。やっぱー3月11日って結構寒いよな。いないんですけど、助手席の人いない、助手席は運転席の人いないんですけど、あいつが気絶したせいでこんな目に遭ってるまであるのに。ちゃんと受け身取ってから外さないから、天井に手伸ばしてから外すとかでよかったんじゃないですかね。それだけでも若干衝撃が和らぐはずなんですけど。あ、終わった。ん？なんか光ってね。あー怖ー、何あのでかい火の鳥。クジラが馬になったんだけど、どういうこと。とんでもすぎるんだけど、どういうこと。なんでこの人がいるかっていうのは後々わかるはず。しっかしオープニングミッション長いゲームだな。これを使え。いいよ。あ、ある程度離れたらリロードして。もう分かってるよ、言われなくったって。あれてか、さっきまでマンティスさん乗ってなかった。
なんでこのあれしかいないんだ、燃える人しかいないんだ。あっちちちち、あっつ、熱いです。片手の人間にショットガンのリロードなんかさせるんじゃねえよ。義手があるだけまだマシかしら。帰ってくんだよなあ、あいつに弾を撃つと撃ちにくいよな。もうやめろ、やったかとか言うな。そのフラグっていうやつ、お前バーカ、ほらお前がやったかとか言うから、バーカ。何が、ああかわいい。なんか雨降ってきた。恵みの雨かな。急激に天候悪化しすぎじゃないですかね。雨が降ってきたと思ったらいきなりライデイン食らうのはなかなかないでしょ。やあ、エイハブ元気そうだな、本当に。ミッションタスク達成1/2。このミッションもう一回あれやるの嫌なんだけどな。チック、ひよこですね。リフレックスモードを一度発動させてね、クリア。ないだろリフレックス使う場所。3発も被弾しちゃったんですけど。まあ、こんな感じでここまでがチュートリアルみたいな。この次のミッションまでがチュートリアルかな。よく元気だなお前。馬の生命力ってすげえよな。あんなん絶対骨折からの一発引退ルートだと思うんですけど。雨乞いかな。こっちだ。オセロットだ、ビッグボス。そう、俺だ。ある男から依頼があった。2つだ。まずはあんたを病院から救い出す。次にその男を助けに行くことだ。覚えているか、9年前のあんたの相棒カズヒラ・ミラーだ。9年前あんたたちの軍隊はサイファーに襲われ、あんたも死んだことになってた。それも今日奴らに見つかるまでだ。サイファーだけじゃない、世界中があんたを狙っている。なんでなんやろな。あんたはミラーを救い、これからまたあんたらの部隊を作る。それしか生き残る道はない。まずはミラーを助ける。アフガニスタンだ。アフガニスタン、
そうか、昏睡していたからな。4年前、ソ連がアフガンに侵攻したんだ。イスラム教徒が抵抗し、それを西側が支援してる。ミラーは反政府ギリラの訓練中にソ連に捕まった。ソビエト第40軍、その兵力は十数万だ。あいつだけ復活早かったんだな。昨日パキスタンとの国境地帯を出発。3日もあればソ連軍の駐屯地に着く。数日はそこで尋問され、その後はラーゲリかアフガンの砂漠に埋葬されるか。もって2週間だ。ミラーがやらなくてもいい仕事だった。それでも受けたのはあんたのためだ。あれで行く。俺たちの船だ。どれだよ。 IWC がうるさくなって捕鯨船が安く手に入った。カシム港まで7日、陸路に3日。現地に入ってからは時間がない。ギリギリだな。それまでに新しい自分になれてくれ。捕まれ。もう今のそれまでに新しい自分になれてくれっていうのは結構ね、なんかまあ意味のある言葉で、まずね、知ってる人はまあいると思うし、やったことある人は分かってると思うんだけどね、本当に深いよね。だからてっきりさ、その義手になっちゃったからそれまでになんか義手になれてくれみたいな話かと思わせつつみたいな。第1章、報復。弾すら満足に詰められない状態から新しい義手。指の本数足らんくない？3本しかなくない？円弧詰めた、もしかして。ここのカットイン好きだわ。アフガニスタン、こっから本編スタートになりますが、この辺で今回は終わりにさせていただきたいと思います。多分すぐ次のミッションが始まっちゃうと思うんで、動画は一旦この辺で切らせていただきます。はい、マジかね、お会いしましょう。ありがとうございました。はい、どうも皆さんこんばんは。それでは今回もですね、メタルギアソリッド5ファントムペインの方をやっていきましょう。1984年3月21日、ちょうど10日経ってます。まだチュートリアルの一種の段階ではあります。この先はソ連軍の実効制圧圏だ。ミラーが捕まって10日、残り時間は少ない。砂嵐が去るぞ。コ
今作はオープンワールドですからね、メタルギアソリッドは。なんか光ってんな、あれダイヤモンドの原石かなんかだっけ。広大だぜ。現場は9年ぶりだろうが、ソ連軍主力地上部隊への単独潜入、肩慣らしにはちょうどいい。おっそうだな。はい、ここからも捜査可能になります。マザキガミラーは北のダワンデーハーに囚われている。位置を確認しよう。端末を開いて。はい。マップにダワンデーハーという町があるのがわかるか。ミラーはそこに囚われている。だが町のどこに捕まっているかまではわからん。それを探るのもあんたの役目だ。マーケットプレイ。めちゃくちゃ金あんな。今気づいたろ。105万もあるじゃないですか。双眼鏡は持っているな。正面に村がある。見えるか。よし、村が見えたな。双眼鏡で捉えたものに関して詳しく知りたければ連絡をくれ。その対象についての情報を伝える。その村はダウヤロカレー。住民は戦火を逃れるためすでに避難し、今はソ連第40軍の拠点となっている。数日前ミラーはその村を通ってダワンデーハーに移送された。村にはその痕跡が残っているかもしれない。調べてみる価値はある。位置を忘れないようにマーカーを設置しておくんだ。いるよ。これで村の方向を見失わずに済むだろう。見失う要素がないんだけどね。ミラーの体力も限界だ。持ってもあと3日か。ミラーが死ねばミッションは失敗、復讐の機会もなくなる。だが情報が足りん。下調べもなくダワンデーハーに入ればあんたもミラーも危険だ。まずは偵察するんだ。今見た他にもソ連軍の拠点はある。アフガンは広い場所だ。状況を知るために双眼鏡に頼ることが増えるだろう。どこからどう攻めるかはあんた次第。ここから先はあんた一人だ。はーい、お疲れ。戦場の連中にとってあんたは伝説の傭兵だ。だからこれはあんた一人でやる。あんたは9年の時を超えビッグボスとして帰ってくる。それがミラーの条件だ。情報は随時無線で伝える。油断するな。えっ、いいえ。ああ、ミラーの護衛は精鋭揃いだった。だが全滅した。残っていたのは護衛の死体とこいつだけ。サングラス。やつに渡してやってくれ。杉田のサングラス。あんたでなきゃできない仕事だ。悪意消え。さあ行け。伝説を取り戻せ。っしゃ、行くぞー。どうやって走んだっけ。四角か。なかなか慣れねえんだよ。敵を避けて進むか倒して進むかあんた次第だ。だが状況が急変することもある。武器、蛍光品をしっかり確認しておけ。いつでも切り替えられるようにな。この辺はグランドゼロスと変わらないので。マジ、ソ連軍の監視所だ。見張りがいるはずだ。双眼鏡で確認してみろ。視界の中央に敵を捉えるんだ。
よいしょ。見張りがね、各監視所に3人くらいいるはずかな。多分。加工済みの資源か。それはダイヤモンドの原石だな。いいぞ。売ればいい金になる。お。そいつは薬効植物の一種だな。持ち帰ってくれ。いつか役に立つ時が来る。敵の視覚、聴覚、あらゆる感覚に注意しろ。敵が近い時は姿勢を下げてゆっくり動くんだ。ヘッショット。いやー普通に見つかったね今、うん、倒した敵は隠せ。目立たない場所はないか。あ、そっか、初回はあれか、フルトン回収できないんだっけ。倒すメリットがそもそもないのか。サプレッサーを入手。あ、でも今回2人しかいないかな。多分チュートリアルの場所だからだと思うけど。ボス、敵の言っていることが分からないか。ああ、やはりか。あんたの頭の角が言語やの神経を圧迫しているらしい。ロシア語の通訳スキルがあればソ連兵の言葉を同時通訳できるようになるんだが。まあてな感じでね、拷問がまともにできないわけですわ今のスネークさんは笑えないよね、そのシステムの欠陥ね。まだ通訳できる人を捕まえてから出直してまいれと、そういう感じの話になるわけですわ。敵の拠点だ。村の中は敵だらけ。いきなり踏み込むな。まずは偵察だ。村を見下ろせる場所はないか。あるかな。重機関銃だな。兵士のライフルよりはるかに強力だ。奪って使うか破壊するか、対応策を考えておいた方がいいだろう。おお、なんかお前キモい動き方したな今。ミラーの手がかりがあるとすればそこだ。伏せろ。ダメなんだよな、伏せさせることもできやしね。なんで今バレたんすかね。別にいいんすけど。バラボラアンテナ、その建物になら何らかの情報がありそうだ。まあ別に行っちゃってもいいんだけどね、本命の目標に。それはまあとりあえずチュートリアルに従っていろいろやってきますけど、ミラーがどこにいるかも分かってるから、別にどうでもいいっちゃどうでもいいんだよな。情報を手に入れたな。エクストラクションの場所は、ミッションタスクがあるからね、やっといてあげないとね。ミッションタスクね、多分初回は見れないんじゃなかったっけ。だよね、ミラーの居場所を特定と回収のみしか初回は見れないので、全タスク達成なんて夢のまた夢ですよ。やろうと思えばいくらでもできるんだけどさ。さあということで町に向かっていきましょう。多分ね、さっきまでより正確な位置が、ほら
分かってるんですよね。邪魔、マーカー邪魔。この辺大丈夫なんだっけ？敵いないよね。なんか対空砲はあるけど敵はいないよね。アドバイスが必要なら連絡してくれ。今もう敵捕まえるメリットがないのがやばいな。お前が反応すんのかい。って4人もいる、ここえぐいな。おやすみまあ今回は結構頭悪めのムーブはするけど、それなりにステルスはやっていこうかな。グランドゼロスと違ってグランドゼロスの方はね、正直ね、あっちはステルスやらなくても何のメリットもなかったから、てかストレスやることにメリットがなかったからがっつり暴れ回ってたけど、こっちはね楽しいからね、ストレスやることに対しては。よいしょ。あ、野生動物だ。こういうのも後々お世話になるんで。ミラーはその町に捕まっている。医者は端末で確認してくれ。無事だといいが、大事なクライアントだ。うん、あの家なんだけど、敵の位置を事前にある程度把握しておきたいよね。まあリフレックスガンダ寄りで行っちゃってもいいんだけどね、あんまり美しくはないので。それはうん、基本的にはリフレックスに頼らずやっていきますけども、こんなうまいプレイができるかな、果たして。よいしょ。ワームウッド、別名苦いおもみだ。ファントムシガーの原料になる。どうでもいいな、それ。ファントムシガーっていうのはね、初期で持ってるはずなんだけど、あれどれだっけ、これか。めっちゃ時間の経過が早くなるアイテムです。あれ強化しても本数が増えるとかそんなんじゃなかったな。おい、やっべ、それやべえ。それは分かってんだけどさ、まあいっか、入っちゃうか。もうそっか、片目ダメになっちゃったんだっけ。眩しいだけだ。
遅かったじゃないか。話は後だ。逃げるぞ。左腕損傷ですよ。右腕か。Extraction arrived at Mother Base. ターゲットを確保したら、ヘリを回収に向かわせる。ランデブーポイントまで来てくれ。位置は端末で確認できる。やっぱ。リフレックスガンダ寄りになるな、これは。何？コンタクト？落としたの？大丈夫？拾ってあげようか？手伝うよ。この時代にコンタクトってあんのかな？あんたにどうしても言ってもらいたいセリフがある。待たせたなだ。それを言ってくれ。自分の好きな声優に言ってほしいセリフねだる人みたいなのやめてよ。めんどくさいファンみたいな。はい、撤収撤収。敵はあんたの捜索は諦めたらしい。だが警戒は解いていない。気を抜くな。なんか霧が濃くなってきましたね。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。おう P コード、おひさ。おひさじゃないけど、はじめましてだけど。こちら P コード、ランディングゾーンに到着する。周囲が暗いときは潜入に有利だ。だが見通しが悪いのはこっちも同じだ。気づいたら敵の目の前。ミラーを置いていくのか。ミラーを置いていくのか。うわー、ミラー。カーズどうした。馬から落とされたのか。かわいそうに。あれなんだよな、ボスじゃなくてエイハブって呼ぶんだよな。なんでなんだろうね。やつらだ。うん、こういうキモ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 。こんなシンプルにキモい動きするんだっけ君ら。こいつらなぁ、うまく突破できるかなぁ。ボス、気をつけろ。ドクロが来る。奴らに見つかるな。エクストラクション、アライブ、アクションの前に妙な霧が立ち込めている。霧が濃くて何も見えない。ランデブーポイントを霧の外に変更する。まあ、霧は自然現象だからな。ヘリを待機させておく。マーカープレイスド。マーカーリムーブド。こんなんで突破できんだっけなぁ。多分カズが見つかっちゃうんだよな、この場合って。ほらね。これ多分俺が見つかってるわけじゃないんだよ。まあぶっちゃけ振り切れるから問題ないけど。カズくん頑張って耐えて。ふり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 。頑張ってついておいで。めっちゃカズに当たってるけど、まあええか。君らだけ多分やってるゲームが別ゲーなのよ。あいたたたたたたたあいたた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 
勘弁してくださいよ。よし、もう霧の外出たね。あー、びっくりした。はい、ダイヤモンドの原石ゲッツ。あー、ぶっちゃけあいつらは倒すこともできるんですけど、僕よく倒し方が分かってないので、まあ無理に倒す必要もないからという理由で放置しました。前に俺たちが襲った部隊だ。やつらの気分がね、ものすごい速さで襲ってきた。9年前に引き合った仲間がたった数分で全滅したんだ。目的はわからんが、やつらは撤収撤収。ほっ、ミッションタスクその2も完了よ。上昇開始。馬の悲痛な声が聞こえたけど、ただフルトン回収されてるだけですからね。馬フルトン回収するっていうのもなかなかだけどね。S 行かないの？マジか。よー、そっか、必殺書あれか、オンにしてほしかった。必殺書を達成すればよかったのか。被弾数ゼロに抑えたんだけどな。あんだけスカルズにガン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 撃たれながら被弾ゼロだからね、おかしいよね。いろいろね、なんかアイテムとかも追加されるんじゃないか。今の基地はそこなんだ。なあ、9年前俺たちには力があった。俺たちだけの世界、俺たちが作る未来、全部奪われた。風が強いね。もう一度あの力を。あんたが帰る家をあんたと作りたかった。なんか過去形なんだよね。俺は犬になった。ソイファーの監視から逃げ回り、汚れた金を嗅ぎつける犬になった。仕事も受けたんだ。見えるか、ダイヤモンドドッグス、新しい家だ。9年前のファントム、勝利か死か、どちらも許されない。忘れたことはない。まあ別に9年前も誰が悪いとかっていう話じゃないからな。数からすれば悪い人はいるのかもしんないけど、実際のとこそんなに悪い人いないからな、9年前の話は。まあ、そもそもパスを格差と巣を招き入れたのが問題みたいな話が多分後々出てくる気がするんだけど、でもそういうのを受け入れなかったら受け入れなかったで、俺らはただのヤバい集団みたいな感じになってたかもしれないな。スネーク、助けて。事故。間もなく私の計画通りのことが終わる。よせ。いろいろあったけど、ボスによろしくな。いろいろあったけどで終わっちゃうよね。
誰が悪いっていう感じでもないのかな、問題だよな。実際誰か悪い人がいるかって言ったらそうでもないからね。スネーク、なぜ俺たちは生きてる。痛みに耐えるために、毎晩なくした足が、指先が、右腕が痛む。なくした体の、なくした仲間の痛みがいつまでもうずく。幻覚だよ。まだここにあるように。あんたも痛むだろう。俺がサイファーと関わったせいだ。国家を超えた国家なき組織、俺はあいつの権力にゼロに寄生していたんだ。キプロスであんたを襲ったのも、アフガニスタンでも、サイファーは悠々と泳ぎ回ってる。世界の全てを飲み込んで成長を続けて、その大きさも、もうボス、やつらから俺たちの過去を、なくしたものを返してもらう。俺はそのために復讐の鬼となる。返すってなんだよ。カズ、俺何をすればいい。ホス、教えてくれ。あの時のように。ゴアマ2が始まるんだっけ。じゃ満足に歩くこともできねえんだもんな。9年前とは違う。右腕左足失って、人を集める、サイファーに対抗するため、血の混ざった戦場の泥を舐める、復讐のためだけに。俺たちが介入するのは世界中のウェットワークだ。正義も大義もない。地獄に落ちた俺たちだが、さらにその下に落ちることになる。俺ももうあの世から帰ってきた鬼だ。天国に未練なんかない。その犬たちは今日限りだ。あんたが目覚めたんだ。もう吐きだめの犬じゃない。ダイヤモンドの犬。寝かされた。いい、好きにさせろ。サイファーを撃とう、ボス。そのために力を貯めるんだ。だがカズ、忘れんな。俺たちは過去じゃなく、未来のために戦う。そこが多分ボスとカズとの違いなんだろうな。オセロットはもうスネーク大好きマンだから、スネークについていくことしか考えないけど、
機関、薬物のボス、大事な話がある。はい。この基地はもうあんたのものだ。ダイヤモンドドッグズをあんたの手で大きくしてやってくれ。組織に必要なのはまず優秀な人材を集める、そして彼らの能力を生かすこと。その説明をミラーから頼まれた。フルトン回収装置。まず人を集めるにはこいつ、フルトン回収装置だ。懐かしいぜ。そいつを使ってよせ。話止まっちゃった。そいつを使ってあんたが出先で気に入った兵士や捕虜をマザーベースに回収してくれ。俺たちが説得し、共に働く仲間としてダイヤモンドドッグスに招聘する。試しにここにいるスタッフを回収してみろ。誰でもいい。まずはそいつを眠らせるんだ。麻酔銃は持っていた。手加減なしで使います。こいつの瀬口、君の目橋、竹山、ウグイスの森。あれ、捕まえらんねえな。俺には効かん。薬物捕まんねえな。まずはそいつを眠らせるんだ。麻酔銃は持っているな。ほい。なるほど。フルトン回収してくれ。で、こうやって回収するぞ。いいぞ。光栄です。Extraction arrived. あ、寝た。回収できるのは無抵抗の相手に対してだ。死体は回収できない。うちで働いてもらうには。せやな。ボス、話は終わってない。はい。なんでしょう。あんたが回収したスタッフはその能力が最も活かせる班に配属される。確認しよう。そう、これ自動なんだよね、ピースウォーカーと違ってね。マザーベースメニューからスタッフマネージメントを選ぶんだ。これだ。今のスタッフは研究開発班に配属されたな。研究開発班ではあんたのミッションでも役立つ様々な武器やアイテムを開発する。その開発予定リストを見てみよう。デベロップメントからウェポン、アイテムを選んでくれ。そいつが研究開発班の開発予定リスト。その中に段ボール箱があるな。何に使うかわからんが、ミラーがあんたのために準備していたらしい。潜入用に特化したこだわりの一品。おかげでこいつを開発するにはまだ人手が足りていないようだ。スタッフを補充しよう。あと何人かフルトン回収してて。おーい。フルトン回収は気絶した相手。なんでこいつは捕獲できねえんだ。ブルトン回収は気絶した相手にも行うことができる。次は CQC で気絶させてみるか。ボス、みんなに本物を見せてやる。こんなもんでいい？ムスロットには CQC できないんだよね。Unit function added. Development project has been added. これで、フルトン回収は必ずしも成功するとは限らない。ああ、そういえばその話あったな。回収時の衝撃に耐えられず死亡する可能性もあるし、天候が悪ければ行方不明になる可能性もある。フルトン回収の成功率は対象に近づけば自ずと見極めることができる。確実に回収したい対象は自分で担いでヘリまで運ぶんだ。ボス、人手が集まったおかげで研究開発班のレベルが上がった。これで段ボール箱が開発できるんじゃないか。端末を開けてみろ。はいはい、はい、レベロップメントからウェポン、よし、段ボール箱を選んで開発を実行する。これはすぐ作れるやつなんで。開発が完了したら開発した武器、傾向品は支援班に補給させることができる。つまりあんたの手先に配達させる。どの位置だ。この位置かな。オセロットの頭の上には落とせなかったんだから、しょうがない、自分で食らうしかないよな。言い忘れた、支援補給を要請するときは投下地点に注意してくれよ。はあみたいな顔してる。使い道はよくわからんが、ミラーはボスならわかると試してみてください。それから今回回収したスタッフは全て研究開発班に配属されたが、これはミラーによる判断。あんたが気に入らなければ自分
分で再配置してもいい。さて、説明は以上。GMP を稼ぐにも人。相手は俺じゃない。はい、すみません。なんて。さて、説明は以上だ。GMP を稼ぐにも人を集めるにもここにいては始まらん。ミッションに出る覚悟ができたらヘリに乗ってくれ。端末からランディングゾーンを指定すればそこに新ヘリを呼ぶことができる。あんたがまだ投げ足りなければしばらくここでスタッフに警報をつけてもいいぞ。その時は俺のところへ来てくれ。ボス、よせ。これがすごいんだよね。そうね。今あんまできないけど。はい。ではそいつを拘束してみる。どいつにしよっかな。お前だ。ありがとうございました。あんたの意のままだ。尋問、気絶、殺傷。おっと、今は殺さないでくれよ。気絶させてみろ。これはもうグランドゼロスと変わらないね。そいつを回収しろ。はい、行ってらっしゃい。ちなみにフルトン回収もちゃんとコストがかかるんで。オラ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 だね。素手の状態で R2 連打するだけでいい。楽ちんですよ。いいから早く並べ。あとは実戦で覚えていけばいいだろう。ミッションに出る覚悟ができたら兵に乗って。よし行くぞお前ら、出発だ。今作のダンボール面白いんだよな、いろいろとな。もうね、小学生のようにね、床を滑るみたいなね、今みたいなこともできるしね。それ以外の使い方もちゃんとあってね、それ以外の方が面白かったりするけど。いやー、今作はまあ割と自由度とか遊びの度が高くていいんだよな。もう今つけてるロケットパンチっていうか義手か、義手もね改造できたりするからね。ロケットパンチ的なのに変えることもできるし、いろいろ遊べる要素があってね、結構面白いんだけど、あんまやらねえからな、そういうの。研究開発の部分がめんどくさすぎてさ。はい。ああ、なんか無駄に2100のコストがかかった。悲しい。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにさせていただきます。ね、効果時間は麻酔銃より長くなってます。そうなの。俺てっきり麻酔銃の方が長いのかと思ってた。麻酔銃ヘッショの方が長いのかと思ってた。そういう重要なティップスやめて。ミッションリストアップデート。ボス、早速ですまないがミッションリストを用意した。端末を開いてくれ。そうでね、こんな感じでね、お仕事がいろいろいけるようになるわけですな。ダイヤモンドブログ勢のオファーの中からボスに頼みたいものをリストにしてある。どのミッションを受けるかはあんたが決めてくれ。リストに追加したミッションの目的はそれぞれ、捕虜の救出、施設の破壊、要人の排除。あんたには物足りないかもしれんが、これで勘を取り戻してくれ。ミッションの詳細はカセットテープに吹き込んでおいた。受注するときの参考にしてくれ。ミッションをこなせば資金が手に入る。兵士や捕虜を回収することでスタッフも増える。俺たちの目的を遂げるため、まずはこのマザーベースを大きくする。そのためにはどんな汚れ仕事でも受ける。俺たちにもう休息はない。この痛みが消えるまでは。ダイヤモンドドッグズの発展はあんたにかかってる。頼むぞボス。はい、頑張ります。なんかね、こういういろんな装備とかもあるんだけど、
まあ今改造できるもんで必要なのはパッと作っちゃったんで、これも欲しいんだけどな。まだスコープじゃねえや、あれがねえからな。こういう GP0 で作れるやつってなんかの特典のやつかな。うわ、18分もかかるんですけど、作るのだけに。あとシールドとかも作っときたいんだよな。まあその辺は後で後々やればいいかな。グレネードランチャーとか俺がなかなか使わない武器とかもあるしな。基本的にはそのハンドガンのこれ系、麻酔系のこれは強化すると思うけど、勝手にこういうなんか殺傷性のある銃は強化するか分かんないんだよな。多分今作ってるやつ3つって、あ、そうだよ、ここだよね多分ね。 DLC 的なオンラインアップデートで作られたやつじゃないかな、これ多分ね。アダスカ、アダムスカスペシャルってやつはね、シングルアクションアーミーじゃないのかな。あの MGS3 でオセロとか作ってたやつじゃないのかな多分。あ、違う、あ、いや、そうだな、これこっちか、こっちがシングルアクションアーミーで、アダムスカはあの3でオセロとかジャムらせた方の銃かな。トルナード6リボルバー、これなんかは多分3だとシングルアクションアーミーだった銃じゃないかな。もうよくわからないけど、マグナムって結構種類が多いからね。僕結構シングルアクションアーミー好きですけどね、まあ、そんなくだらない話はどうでもいいとして、はい、ってことで、まず次回ね続きやっていきましょう。なんかまあこの辺のやつは作っといてもいいかなと思われます。はい、タキシードとかね。はい、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。